モーデイ委員会の最終報告第1ページ。モーデイ委員会は第二次世界大戦中のイギリスで原子爆弾の可能性を探るために設けられた科学者からなる委員会である。1941年に委員会はウラン濃縮とそれによるウラン爆弾が技術的に可能だとする報告を提出し、これがアメリカ政府に伝えられて、 原爆開発計画の直接の開始要因となった。日本語では、モーデの読みを取って、モード委員会と金書きされることもある。この委員会名となっているモーデは、ミリタリーアプリケーションオブウラニウムデトネーションや、ミリタリーアプリケーションオブウラニウムディスインテグレーションの、ような語の当時ごとされることがあるが、実際には、偽装として、伝法文から選ばれた名称であり、特に意味のないものであった。 1939年、ウランの核分裂による連鎖反応の可能性が明らかになっても、ウランの同位体ウラン235の濃縮が技術的に実現できなければ、原子爆弾は事実上不可能であると考えられていた。しかし、イギリスに亡命していた科学者、オットー・フリッシュとルドルフ・パイエルスが、ウラン235単独での絶大な破壊力を持つ。 小型の爆弾が可能であり、分離が必要な量はわずかで済むとの見積もりを出したことで、ウランを用いた原爆の真剣な検討が始まることになった。イギリスは、ナチスドイツとの激しい戦いが続く中、1940年4月に、科学者による、モーデイ委員会を組織し、そのウラン原爆の実現可能性を検討させ、報告を提出させることとした。 委員会に参加した物理学者ジェームズ・チャドウィックや科学者フランシス・サイモンらは実験によって爆発に必要な臨界質量を正確に見積もるとともにウラン濃縮の有効な方法について研究を進めた。これによって1941年7月に提出されたモーディ委員会の最終報告書は多額な経費が必要であるもののウラン濃縮は 可能であり、数年以内に比較的小型で強力な破壊力を持つ、ウラン爆弾が、実現可能であると結論し、アメリカと協力しながら早急にそれを開発すべきで、あると勧告することとなった。当時、アメリカは依然戦争に参加しておらず、原爆開発にも慎重な見方が強かったが、この報告が1941年夏以降に、伝えられ、また、 委員会の一員であるマーク・オリファントがアメリカに開発を強く進めたことが大きなきっかけとなって、その年の末までには本格的に原爆開発へと踏み出すこととなった。イギリスでもチューブ・アロイズと呼ばれる原爆開発計画が開始されたが、戦況の悪化や資金不足により、やがてこのアメリカのマンハッタン計画へと組み込まれていくことになった。 1939年1月のオーハーンらによる実験とリーゼ・マイトナーとオいのーフリッシュによるその理論的解釈によってウランの原子核が低速中性死傷者により日常的な化学結合のエネルギーの数億倍のエネルギーを伴って分裂するという新たな現象を引き起こすことが示されたこの核分裂の発見という 驚くべきニュースを受けて3月にはエンリコ・フェルミ、レオ・シラード、フレデリック・ジョリオ・キュリーの3グループがウランの核分裂に伴って複数の高速な二次中性子が放出されることを相次いで確認した。これはウランが連鎖反応を起こす可能性、すなわち二次中性子が指数関数的に増大しながら核分裂を連鎖的に引き起こし 条件次第では、凄まじい爆発を起こすという可能性を示していた。しかし核分裂を起こしているのは、天然ウランに0.7%だけ含まれる、同位体で、エネルギー的に、不安定な奇数の原子量を持つ、ウラン235であると思われた。多くの物理学者は有効な連鎖反応を起こすには、ウラン235を、科学的性質が同じで質量が、 わずかに異なるだけのウラン238から大量に分離せねばならず、それは技術的にほとんど不可能なことだと考えていた。当時の指導的物理学者であったニールス・スボーアは、その困難さについて合衆国を一つの巨大な工場にでも変えない限り、できるわけがないと述べたとされる。一方、同位体の比率を変えない天然ウランのままでの、 連鎖反応の可能性もあったが、フリッシュの見積もりでは、低速中静止による天然裏のみの反応では、時間がかかりすぎ、熱膨張や蒸発によって、連鎖反応が阻害されるために爆弾としては巨大な、爆発には至りそうになかった。ナチスドイツから逃れ、コペンハーゲンにいたフリッシュは、海戦の危機が目前に迫る中、1939年夏には、イギリス、 バーミンガム大学のマーク・オリファントの元へと移り、すでにドイツからイギリスに移っていたルドルフ・パイエルスと知り合っていた。このパイエルスもまた連鎖反応維持に必要な臨界質量の自らの公式を当てはめて天然ウランではそのために何トンものウランが必要であり、有効な爆弾となりそうにはないと見ていた。いずれにしても、こうした原子爆弾の実現は不可能でなくとも、 実質的に困難であると考えられた。フリッシュはしかし、ウラン235の分離には、いくらか、楽観的であった。そこでフリッシュは、1940年2月に、仮に分離ができたとし放出される高速中性子で、ウラン235が直接連鎖反応を起こすとした、場合の臨界質量をバイエルスと共に考察した。 ウラン235がほとんど分離されていないため、その分裂の起こりやすさを示す分裂断面積は、直接には不明であったが、天然ウランのそれから一桁大きいと推測できた。その値は、パイエルスの臨界質量の公式でわずか6 0 0ムに相当するものだった。反応は十分高速で、よって強力な爆発を起こすと考えられた。 しかもこの程度の量の分離ならば、十分な資金をかければ、技術的に十分可能な量であると見積もられた。フリッシュとパイエルスはこの数字に同様し、二つの短い覚書を書いて、上司のオリファントに提出した。第一の覚書では、技術的な計算を示し、5ラムのウラン235でも、 数キロトンのダイナマイトに相当するとし、また強力な放射線を放出して、爆発後も、長時間、生命にとって、自主的なものとなるだろうとした。また、第二の覚書では、この爆弾がもたらす意味についても触れており、この爆弾は、実質的に防御不可能であり、それがもたらす被害から、この国が使用する兵器として、ふさわしくないとしつつも、 ドイツがこの兵器を保有しているなら、最も有効な対応は、同様の爆弾により反撃の威嚇を行うことだろう、とした。原子爆弾が可能であることと、その威力と意味について、初めて具体的に触れた、この2編の覚書は、まとめて、フリッシュ・パイエルスの覚書として知られる。覚書を受け取ったオリファントは、問題の深刻さを理解し、1940年3月に、 それを、イギリス防空科学調査委員会議長で、科学者のヘンリー・ティザードに送付した。実際には、フリッシュとパイエルスの見積もりは甘く、臨海のためには、この数十倍のウラン235が必要である、ことが後に判明する。しかし小さめの値を得たことにより、覚書は、可能性としての兵器であった、原子爆弾を現実のものとして受け取らせ、 真剣な検討を引き起こすきっかけを作ることとなった。フリッシュ・パイエルスの覚書を受け取ったティザードは、専門の科学者からなる委員会を設立した。委員会の議長には、インペリアル・カレッジの物理学者で中性子の衝突実験を行っていた GP ・トムソンを当て、最初の委員会のメンバーは、オリファントのほか著名な物理学者。 ラザフォードの弟子のジョンコック・クロフトが加わった。また中性子の発見者で、フリッシュ、パイエルスと同様の洞察に基づいて、ウラン235の高速中性子分裂の実験を行っていたジェームズ・チャドウィックは、助手のフィリップ・ムーンを参加させた。後には、実験物理学者であり、軍でオペレーションズリサーチにも携わった、パトリック・ブラケットも参加した。 このトムソン委員会は、アメリカの裏西門委員会とは異なり、有能な科学者が中心を占め、歴史家マーガレットがウィングが、史上最も効率的な委員会の一つだった、というほど短期間に大きな活動をすることになる。1940年4月10日に、王立協会で開かれた、最初の非公式な会合でこそ、覚書の内容は、会議的に受け取られたものの、 4月24日の2度目の会議に参加したチャドウィックが自身も同様の結論に達していたと発言したことで委員会は覚書が示した原爆の可能性の実験的検証を進めていくこととなった。ただし会議は極秘のうちに進められフリッシュとパイエルスにさえドイツからの亡命者であったためにしばらくの間これらの会議の詳細は知らされなかった。当初 トムソン委員会と呼ばれた、この委員会が6月には、モーディ委員会と称することとなった。ウラン爆弾の可能性を評価する上で、問題であったのは、臨界質量の正確な値とともに、それに必要なだけのウラン235を分離していく、ウラン濃縮の実現可能性であった。ドイツから渡ってきていた科学者、フランシス・サイモンはすでに1939年春に、 ウラン濃縮のための様々な方法を検討していた。その中にはフリッシュが考えていた、クルジウスクバと呼ばれる長いガラス管を用いる単純な熱拡散法も含まれていたが、それを工業的規模で実現するのは困難と見られた。1940年6月頃には、サイモンはガス拡散法が最も有望であると結論した。 質量のわずかに軽いウラン235化合物は、機体の状態で、拡散速度がごくわずかに速い。ガス拡散法では、こうして、周辺で濃縮された機体を微小な穴の開いた、核壁で分離する。沸点の低い6フッカウランを用いた場合、平均速度の比は1.004ほどであって、理想的条件下でもごくわずかに濃縮度が高まる、だけである。しかし、 この過程を何度も繰り返すことで、ウラン235の割合を十分な値まで高めていくことができる。他の元素の同位体分離のために用いられていた、同様の方法では、通常素焼きの陶器の隔壁を使っていたが、これは分厚く効率が悪かった。サイモンらは、茶こしで使われているような銅の細線で作られた、細かな網を金槌で平たく叩き潰して、 隔壁都市、実験を繰り返した。モーデ委員会の一員となっていたサイモンは、こうして1940年のクリスマスの直前に、この工業的規模でのウラン濃縮施設の具体的見積もりに関する報告書をまとめ上げた。当時、ロンドンでは、ブリッツと呼ばれたドイツ軍の大規模空襲が続いていたが、サイモンは、オックスフォードからロンドンへ自ら車を走らせて、 この報告書を直接トムソンに手渡した。この報告書には毎日 1kg のウラン235を算出する工場がおよそ500万ポンドの経費で可能であるとしていた。一方、ウランの臨界質量の値も精緻化されていった。1941年3月、アメリカで連鎖反応研究に携わっていた。 カーネギー研究所知事研究部のメールチューブらが、ウラン235の高速中性子による分裂断面積の実測値をイギリスに伝えた。フリッシュとパイエルスがこの新たな値から得られた、爆弾に必要なウラン235の量は、およそ 8kg、もし適当な反射的タンパーで周りを包めば 4kg 強となることが分かった。同じく断面積測定を行っていた。 チャドウィックも、この年の春には、臨界質量が不可能ではない量に収まるで、あろうことに気づき、その日以来、睡眠薬に頼る日々を送ることになった。2年前の核分裂という物理学上の大発見から、直ちに予測された、原子爆弾という兵器は、1年前まで、実質的に困難なものと会議的に受け取られて、いたにもかかわらず、チャドウィックが後に言うように、 今やこれらのイギリス人には可能であるだけでなく避けられないものであることが明らかとなった。チャドーウィックは続けて言う。遅かれ早かれこうした原子爆弾のアイデアは新規なものではなくなるだろう。皆がそれについていずれは考えるようになり、そしてどこかの国が実行に移すことになるだろう。1941年3月頃、アメリカ国防研究委員会の科学。 爆発物部門主任で、ハーバード大学総長の科学者、ジェームズ・コナントが空襲の続くイギリスを訪れた。当時、アメリカ政府の原子爆弾への関心は薄く、NDRC は、アメリカの核エネルギー開発を、独占的に担当していたウランシモ委員会を、参加に持っていたにもかかわらず、コナントはようやくこの時初めて原子爆弾の可能性を伝え聞くことになった。 この時コナントに同行した実験物理学者ケネス・ベインブリッジはモーディ委員会に出席してイギリスの進展ぶりに驚きウランシモン委員会のライマン・ブリッグズ議長にイギリスに人を送るように要請したこれによりブリッグズは NDRC 議長のバネバー・ブッシュと共に米国科学アカデミーのもとに核エネルギーに関する審査委員会を設け議長に シカゴ大学の著名な物理学者であるアーサー・コンプトンを据えた。なず審査委員会は5月17日に最初の報告を提出した。報告では核技術の軍事利用に前向きな見通しを示していたものの、原爆に関しては1945年以前には期待できないとしたのみでイギリスが得た進展に関することには何も触れていなかった。しかし、 これを受けて、ブッシュは新たに科学研究開発局設立を提案してその長官に就任し、ウラン指紋委員会もオリジナルサウンルの S-1、ウラン委員会となった。S-1 はオリジナルサウンル第一課を意味し、核エネルギー開発はオリジナルサウンルの最も重要な任務の一つとなったが、ブッシュは、 イギリスの報告中のウラン235をウラン238と混同するなど、モーディ委員会の得た成果に関してはまだあまり理解していなかった。ブッシュから NDRC を引き継いだコナントもまた、1、2年以内に成果の出ないものにエネルギーを割くべきでないとし、こうしてベインブリッジの訴えはアメリカの官僚主義の中に飲み込まれることとなった。 1941年7月15日にモーデ委員会はウラン爆弾が実現可能だとする最終報告を承認し解散した。そこではその実現にどのぐらいの時間とコストがかかりどのようなものになるかがまとめられていた。それによれば爆弾に含まれるウラン材料は25ポンドほどとなり破壊力は TNT 火薬1.8キロトンに相当し、 大量の放射性効果物を生成するとされた。また1943年末には爆弾製作の資材が提供可能となるとした。簡潔な箇条書きの3つの文にまとめられた結論は次のようなものであった。委員会はウラン爆弾の計画が実現可能であり、この戦争において決定的な結果をもたらすであろうものと考える。この作業を最優先かつ、 可能な限り最短の時間で爆弾を得るために希望、拡大して継続することを勧告する。アメリカとの現在の協力は維持されるべきであり、また特に実験作業の分野において拡大されるべきである。これにより、チャーチル首相は8月30日に、さらなる研究の継続を認めた。チャーチルは、参謀長への覚書で、 個人的には原損の爆弾に大いに満足しているが、我々は改善の道に立ちはだかるべきでないと思っていると述べている。10月には、科学産業研究局の下で、原爆開発計画チューブアロイズが開始された。一方、この報告の走行はすぐに、アメリカの物資にも、非公式に手渡されたが、依然アメリカの動きは遅く。 イギリスはアメリカから実質的に何の反応も受け取っていなかった。こうしたアメリカの流れを変えたのはモーデイ委員会のオリファントであった。レーダーについて協議するため8月下旬オリファントはアメリカに渡ったがアメリカ各地で精力的に科学者や行政責任者と会い原爆開発を推進するよう後押しした。オリファントが S-1 ラみ委員会のブリッグズを訪ねた時にはモーで報告が金庫にしまい込まれたの委員には読まれていないことに落胆しウラみ委員会に出席して必死に自分たちの危機感を訴えたオリファントがすべての努力は原子爆弾に集中するべきで爆弾以外の発電所や何かを研究する権利はあなた方にはなくイギリスに金も人もない以上それ 原子爆弾は、あなた方に任されていると訴えたことを、委員の一人は回想している。9月初めには、やはり、アメリカ政府の原子爆弾への関心の薄さに、不満だった、アメリカの指導的な実験物理学者、アーネスト・ローレンスとバークレーで会い、ブッシュやコナントとの面会の手引きをしてもらった。なずの審査委員会の暫定議長となっていた。 ゼネラルエレクトリック社のウィリアム・クーリッジにも、ウラン爆弾を強力に印象付けるのに成功している。モーデ委員会の最終報告書は1941年10月3日に、公式にアメリカに届けられた。すぐさまブッシュはこれを、ルーズベルト大統領に伝え、これにより大統領は、自らの手元で、政策協議を行う最高政策集団を指名し、 原子爆弾開発の研究へ向け政府レベルで火事が切られることになった。11月27日のナズ審査委員会の報告でも、モーで報告を受けて、ウラン爆弾の実現を確かなものだとした。真珠湾攻撃が起こりアメリカもついに戦争状態に突入すると、12月18日にはオリジナルサウンルが会合を行って S-1。1 計画の開発までのスケジュールが定められ、ここに至って、アメリカの原爆開発研究は、原爆開発の実行の段階へと歩みを進めることとなった。翌年、S-1 計画は陸軍に引き継がれ、マンハッタン計画が開始された。イギリスは、アメリカとの協定をもとに、マンハッタン計画に協力することになり、1943年12月以降、フリッシュ。 パイエルスをはじめ、モーデ委員会に参加したチャドウィック、オリファント、ムーンなどイギリスの科学者も、順次アメリカに渡った。こうして、フリッシュ・パイエルスの覚書とモーデ報告が強力に、後押しし、アメリカが製造することになったウラン原爆は、結局1945年8月6日に、広島に投下された。フリッシュは、ロス・アラモスで、 広島原爆10日の第一報を聞いた時の様子を次のように回想している。多くの友人たちが電話に殺到して祝賀会のためにサンタフェノラフォンダホテルにテーブルを予約しようとするのを見た時の不快な実のところ吐き気を催す感覚を今でも覚えている。もちろん彼らは自分たちの仕事の成功に得意になったのだった。だが、 10万の人々の突然死を祝う姿は、たとえそれが敵であったとしても、むしろ残忍であると思えた。モーデイ委員会は、広島に落とされたウラン爆弾だけの可能性を考察し、原子炉で製造されるプルトニウムを用いた、長崎型の原爆は扱っていないものの、その報告書の存在が、アメリカの原子爆弾開発全体に果たした、歴史的役割は大きい。 マンハッタン計画で科学者のリーダーとして働いたロバート・オッペンハイマーは後年この報告がそれまでバラバラだったアメリカの計画を一つにまとめ上げたのだと認めている。また最も早くからアメリカ政府に核エネルギー開発を訴え続けていた物理学者レオ・シラードは特に報告書の内容をアメリカで広めて回ったマーク・オリファントの活躍を強調し 戦後、もし議会が核エネルギー計画の本当の歴史を知ったら、顕著な働きをした、おせっかいな外国人に与えられる特別な勲章を作り、オリファント博士がそれを最初に受け取るのは間違いないと述べている。歴史家グルームは報告書が少なくとも、原爆の完成を6ヶ月早めたのだとし、同じく歴史家のガウィングも、それ、もうで報告書がなければ、 原子爆弾が落とされる前に第二次世界大戦が終わっていたことはほとんど確実だろうとする。モーデ委員会のモーデという名称はあたかも何かの略のように用いられたが実際には意味のない偽装のための名称であった。この名前が付けられた経緯は現在では有名な逸話となっている。この名はデンマークがドイツに侵略された直後。 スウェーデンに亡命していたリーゼ・マイトナーから、ニールス・ボーア夫妻の様子を知らせるためイギリスの友人宛に送られた電報が元となっている。その電文は次のようなものであった。最近ニールスとマルグレーテに会う二人とも元気だが、事態には悲しむコッククロフトとモードレー・ケントにお知らせをこの電文を受け取ったコッククロフトは、後者の人物に心当たりがなかったため、 それを何かの秘密のメッセージだと考え、一箇所 Y を I と読み替えることで、それがラジウム取られるのアナグラムだと解釈できることに気がついた。このことはナチスがラジウムをかき集めているという情報とも一致していた。トムソンはこのアナグラムの名前を借用し、偽装のための無意味な名称として自分の委員会のために使用した。 委員会が解散して久しい1943年、ボーアがイギリスに渡った後で、委員会のメンバーたちは、モードレイが、ボーア家でかつて子供に英語を教え、今は、ケントに住んでいる、実在の家庭教師の名前であるということを知った。ずっと後になって、政府の役人によりモードは、ミリタリーアプリケーションオブラニウムデトネーションを表す、ものだとして巧みに、再解釈された。 ありがとうございます。